れぐらい長く胸を見たか、その秒数を勝手に計測。牛遊び屋で取材を終えてからエレベーターに乗り、ドアが閉まるまでのおよそ3分間、最も長い時間胸を見続けた芸能界一ピュアな人は果たして誰なのか。それではご覧ください。ノミネートナンバー1、田山涼成。怖い、いるよなこれ。巨乳美女発見。巨乳美女の存在に驚きを隠せない田山さん。違います。これピュアよ。スタッフに巨乳美女の存在をこっそり教える田山さん。汗が吹き出すも記録は4秒60。ノミネートナンバー2、品川庄司、庄司智春。巨乳美女発見。携帯を見るふりして巨乳をチラ見する庄司さん。いや見るって、それは見たいでしょ。うまく携帯を利用して巨乳をチラ見する技を見せた庄司さん、記録を更新させ8秒73。ノミネートナンバー3、アクチャッシュ小島和也。巨乳美女発見。あたりを見回すふりをしてしっかりと胸をチラ見。と言わんばかりに目を見開き胸を見つめる小島さん、記録は4秒83。ノミネートナンバー4、山下真司。巨乳美女発見。サングラス越しでもしっかりと胸を捉える山下さん、記録更新なるか。巨乳美女に興奮したのか、男性スタッフの胸を揉むという異常行動を取るも、記録を更新、10秒50。ここまで4人が競技を終え、山下さんが堂々のトップ。
吉岡徳馬。大丈夫です、ちょっと一度学園に見ます。巨乳美女発見。巨乳美女の存在に思わず二度見する西岡さん。ゴルフのイメージトレーニングと見せかけて巨乳美女の胸に目をやる大人技。頼みますよ。こっからのゴルフのスイングと見せかけ胸を見るという高度なテクニックを披露した西岡さん。しかし記録は振るわず6秒10。ノミネートナンバー6、山田慎太郎。巨乳美女発見。巨乳美女に早くも釘付け。すごい。慎太郎攻めるね。一度巨乳美女を見つけるとたびたびチラ見を繰り返した慎太郎さん、それが功を奏し、ここまでのトップとなる13秒26。その後数々の男性が挑戦するもなかなか記録は破られません。このまま慎太郎さんを超えられるピュアな人は現れないのか。残る挑戦者はこちらの2人。ノミネートナンバー16、空手家八女太郎。ハローは見るでしょう。ハロー見るよ。巨乳部署発見。股間を触りながらしっかりと胸を二度見するとってもピュアな矢部さん。まずいってこれ。なんで股間触って変化出ちゃうって。煩悩、煩悩と戦ってる。煩悩と戦ってる。やばいわ、これやべ、かわいそうや。これ辛かったな。連行されました、これ。美女の胸を見たい欲求に駆られる矢部さん。最後はエレベーター内から胸を見続け、見事慎太郎さんの記録を更新。記録は14秒90。ピュア部門最後の挑戦者はこの方。ノミネートナンバー17、恵比寿義和。楽しみ。すでに巨乳美女発見。結構距離あんのにな。思わず笑みがこぼれる恵比寿さん。果たして記録更新なるか。矢部さんの記録を更新。やばいね。
早かった。巨乳美女の胸を見続けた時間は圧巻の33秒56。矢部さんの記録を倍以上上回り、いつまでもピュアな一面を持った恵比寿さんが堂々の1位に輝きました。ということで大賞は恵比寿さんに決定です。表彰状と金一封を差し上げます。あ、いろんなテクニックがあると分かりましたね。あのまあね、恵比寿さんのあのだるまさん転んだ戦法もすごいけど、やっぱり西岡さんやらしすぎるって。ゴルフスイングするのに、あれお客さん一番やっちゃいけない。あれ一番自分で見てて恥ずかしかった。でもあんな人がいればさ、ゴルフスイングもう気になるから。もう慣れてらっしゃいますね。トレードマークして。小島なんかちょっと引いたよ。ああ小島はないですね。まばたきしないもんね。いや、まばたきの時間がもったいないんだろ。ちょっとでもやばいですよね、あれね。いや、やばい。だからお前はあんまりとね、女遊びとかせえへんし、麻雀だけが趣味やんか。そうです。だからすごい、まあまあいい状況じゃないですか。あんな状況に興奮してちょっと目がいってるんですよね、僕。ついてるとね、自分で見てても平日さみたいですもんね。そうね。いや、正直恵比寿さんよりお前の方がイメージは悪いよ。そうそう。Thank you.